マルハニチロさんの、焼き鳥を買ってきました。冷凍の焼き鳥です。野菜不足をなんとかしようと、人参とネギを用意して、顕微鏡用意しました。七草粥セット売ってたんですけれども、ネギのこの部分が欲しくて、七草粥セットはスルーしました。はい、焼き鳥はかなり串1本が短いですね。もも肉、串、親子丼、串カツ、炒め物などにも、焼き鳥、フライパンで焼ける、串の長さが15センチで焼きやすい、バーベキューにもグリル焼きでも生肉を使用しておりますので、中心部まで十分加熱してお召し上がりください。焼き鳥はもちろん、串を抜いてお料理にもご利用ください。ごま油ぐらい引いた方がいいかな。フライパンこんな大きくなくてよかったな。まあいいや。よっ。いや、ああいい音。はい、それでは、よく焼いていきます。顕微鏡、酒造は兵庫県で、関西圏ではスーパーでも売ってます。顕微鏡、辛味と旨味がバランスよく調和した飲みやすい柔らかな味わい。缶にするとさらに旨味が引き立ち、キリリと引き締まった抜群の切れ味が、冷やから缶酒まで多彩な表情が楽しめます。はい、顕微鏡好きです。それでは肩、蛇の目で見てみましょう。結構この黄色みが強いですよね。冬場なんでね、そのまま置いてるだけで冷やになっていいな。蛇の目で見るよりも透明なグラスで見た方がこの黄色さがわかる気がする。本当はこの蛇の目は青のにじみ方を見るそうなんですけどね。それでは、もうちょっと焼きましょうね。大変です。焼肉のタレがないことに気づきました。醤油、みりん、砂糖ぐらいかな。いいよ。まあこれでなんとかなるだろう。
はい、ではいろいろそろそろかなと。少し煮詰めました。まだちょっとシャバシャバかな。もう少し煮詰めましょうか。とりあえずネギ、トロトロで甘い。では、焼き鳥を。塩コショウだ。塩コショウすらされていないのか、これは。なるほど。次焼く前に塩コショウ全体に振るか。なくてもいいか。はい。焼き鳥の準備するの結構大変なんで、マルハニチロさんに頼って、焼き鳥をいただくでした。冷凍されてる状況で買ってきて、丸一日冷蔵庫で解凍して、それから焼き始めてます。ではではー。あれから食べ進めまして、これめっちゃええわ。箱にも書いてあった通り、串から外して使ったらええんで、シチューやカレーにも使えますし、缶詰ほどの保存期間はないにせよ、何かと便利。これは今後、冷凍庫に一つ置いておこうと考えてます。あと、ケンビシは、安心安定の美味しさです。ではではー。